カミンスキー旅団は武装親衛隊の一部隊である。部隊名は旅団長を務めていたブロニスラフ・カミンスキーに由来する。反共主義のロシア人、ベラルーシ人及び少数のポーランド人で構成されていた。部隊長は元から名乗っていたロシア国民解放軍のキリル文字の下にドイツ軍を象徴する鉄十字を配したものであった。当初、 時系組織を率いていたコンスタンティン・ボスコボイニク1941年6月22日、ドイツ軍は独ソ戦の開始に伴い、ソビエト連邦に侵攻し広大な地域を占領した。占領地には多数のソ連国民が取り残されることになった。彼らはドイツ軍の攻撃から逃れ、パルチザンとなって抵抗を続ける者もいたが、 反祖感情が強かったバルト地方やウクライナの住民の中にはドイツ軍を共産ロシアの圧政からの解放軍と歓迎し積極的にドイツ軍の支配に協力する住民も現れた。パルチザンはしばしば食料等の物資を調達するために周辺の町や村を襲撃していたことから1941年10月にベラルーシのブリアンスク近郊で 親ドイツ派の地元住民によって、このような襲撃から町を守るための自警組織が結成された。これがカミンスキー旅団の起こりである。当初の指揮官はコンスタンティン・ボスコボイニクで、カミンスキーはその補佐を務めていた。自警組織が結成された直後、その町はドイツ軍によって自治権が認められた。そして、 反共産主義者のロシア人やベラルーシ人も協力に訪れるようになり、時系組織は市民軍に拡大した。指揮官のブロニスラフ・カミンスキー1944年4月、ゴロ撮影1942年1月8日、隊長のボスコボイニックが任務中に殺害され、当時隊長代理の職にあったカミンスキーが市民軍の指揮を引き継いだ。この頃の主な活動は、 ドイツ軍と共同での占領地の警備任務等であった。1942年末までに市民軍は約1万名の兵力を要するようになった。カミンスキーはこの市民軍に公式の名称としてロシア国民解放軍という名称を付け、戦闘部隊としてドイツ軍に協力することを申し出た。ドイツ側はこれを受け入れ、 かつ一層の強力な報酬として赤軍から露獲したヤホー三36門及び T-34 戦車24両を与えた。これにより解放軍の戦力は大きく増強された。1943年7月4日から開始されたツイタデレ作戦で解放軍はドイツ軍の補給ラインを守る戦いに参加する一方、この頃からパルチザン相当。 パルチザンの協力者摘発の任務に就くようになっていた。隊長のカミンスキーは徹底した反共産主義者であったことからパルチザンに対して徹底した態度で臨んでおり、ドイツ軍の連絡要員は解放軍本部の外の公師台にぶら下がっている、遺体を見たことを本部に報告している。その後、チタデレ作戦の失敗とソビエト連邦政府による恩赦等をちらつかせた。 宣伝工作により、解放軍からの脱走者が相次ぎ、解放軍は維持が不可能と思われる状況になり、ついには第二連隊長がパルチザンへの寝返りを画策した。これは事前に暴露されことなきを得たが、事情を知ったカミンスキーは、連隊本部へ直接赴もき、第二連隊長を彼の部下の目の前で処刑して、解放軍の崩壊を防いでいる。解放軍は、 構成員の多くを脱走により失ったため、広報地域に移動したが、その地域はパルチザン側の勢力地域であったため、帰って激しい戦いに巻き込まれている。このため、1944年初頭にはさらに広報地域へ移動。この時、強制的に集められたベラルーシ人の補充を受けている。ワルシャワ法記事のカミンスキー旅団1944年3月。 ナチスドイツに忠誠を誓ったロシア国民解放軍は、正式に武装親衛隊に組み入れられ、同年6月には、カミンスキー特務旅団の名称が与えられたが、その直後に、SS 武装突撃旅団ロナに変更されている。そして、隊長のカミンスキーは、親衛隊少将に任命されると同時に、旅団長にも任命された。1944年8月、 師団に昇格し、第 29SS 武装的弾兵師団の名称が与えられた。また、同月に発生したワルシャワ放棄では鎮圧のために動員されたが、虐殺、略奪、扶助暴行などをするばかりで、戦闘ではほとんど役に立たなかった。師団長のカミンスキーは同月下旬、 銃撃を受けた車の中で多殺隊となって発見された。新英隊本部はカミンスキーの部下たちにパルチザンによる襲撃と説明。この直後師団は解散され、第 29SS 武装的弾兵師団の名称はイタリア人部隊に与えられることになった。残った師団の構成員は第600不評師団に組み込まれることになったが、責任者のアンドレイ・ウラソフは、 メンバーの選抜について、厳密な審査を行っている。イムツバイトンベルッケリグ1939から1945フィターバンド、ディランドストライトクラフト15から30バーラグ ES、ミトラーソーン、GMBH、フランクファート、メーン1970イムツバイトンベルッケリグ1939から1945セクスターバンド、 ディランドストライトクラフト71から13例、ビブリー王、バーラグオースナブルック1972。ありがとうございます。